はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、週刊昭和日本鉄道ジオラマです。はい、こちらですね、もうねテレビ CM なんかでもやってるんだけども、うん、デアゴスティーニからね、うん、出た、鉄道ジオラマの、シリーズですね、うん、全部で100号あるみたいです。100号あって、100号を全部組み立てるとこんな感じの、街並みが作れるというものみたいですね、うん。よくあるでしょ、テレビ CM でさ、創刊号は特別価格899円って、あれだよ、これ本当に899円なんだけど、 2号以降はですね1750円、で100号でしょ、つまりね、まあ、単純計算で17万近くかかるんです。17万近くだったらね、普通に N ゲージ買ってさ、普通にさ、ね、こういうジオラマ買った方が早い、早いし安い、うん、なんだけど、とりあえず今回は第1号買ってみました、はい。ちなみにですね、中にあったんだけど、10号ぐらい買うとそれなりに揃うんだって。おー、うん、ただやっぱね、新幹線も1両しかできないし、面白みは全然ないんだ。これだって走らせられないもん、多分。まあ、とりあえず今回はお試しで1号買ってみました。ちなみにこれはね、シリーズガイド DVD 付きだって。 DVD 付いてるの？ DVD 付いてる、すごい、うん。でこちら側に今回の、セット、うん、ものが入ってますので、ちょっとこれ開けてみましょうか。はい、はい、100号っていうのがね、2年近くやんなきゃいけないんだ、これ。2年？そう、うっそー。2年はさすがに続けらんないかなって感じするけどね。そうだよね。はい、こんな感じで、もう完全に密封だ。これどうやって開けるんだろうね。後ろからガバッと開けるしかないかな。あ、そうだね。で、どっから開けるんだこれ。あ、こっから開けられたわ。あれなんだ、しまった。なるほど、結構いいね、うん。はい、じゃあ内容見ていきましょうか。まずこちらですね、新幹線ゼロ系の上部だけ、うん、下ないです、はい、中身はないです、うん、上部だけ、うん、これは第2号へ感染するみたい。そう、第2号で下が来るみたい、うんうん。でもね、これ見た感じ結構いいよ、うん、ね、上ちゃんと銀だしね、うん、こんな感じなんだけど、このノーズの部分ちゃんとね再現されてて細かくできてるね、うん、いいんじゃないですか。いいんじゃん、ね、え、ちょっとこれは完成が楽しみだね、うん。そしてこれが N ゲージ用の線路ですね、うん。ちなみにこれはローカル線用だって。そう、新幹線と今回は普通の電車、うん、両方を走るんだ。でこちらはローカル線用だから普通の電車用、あ、うん、R145 だって、うん。これを見た感じだと加藤のレールとは違うね、トミックスとも違うね、うん。そしてこちらが東京駅なんだけど、うわ、これはいいね、すごくよくできてる、うん。しかもね、重いんだこれ。ちょっと持ってみてくれ、ね、本当ちょっとダイジェストなんですよ。ちょっと重いよねこれ、重くなって。しかもこれはこう組み立てるんだな、組み立て、こうだね、はいはい。あ、硬い、硬いね、胴体だね。あ、辻なんて、こんな感じ、うん。あと、これね、よくできてる、うん、硬いね、うん、硬、うん、はい。これですね、東京駅一部だけど、うん、よくできてる、うん、新幹線そんな感じだね、うん。なるほどなるほど、ちょっとこれ期待できるね、うん、うん。ローカル線でキハ52が走るんだね、うん。で新幹線のところをゼロ系が走るということですね、うん。ちなみに、定期購読とかをするとなんかいろいろねついてくるんだって。ウェザリング用のちょっと汚したりするセットとか、うん、こういうね、こうやって色をまだ、うん、あ、そうそう、これね、色塗るパレットね、うん、もうこういうのもついてくるみたいですね、うん。まあ持ってるけどね、もう。あ、そうだね、まあ100均だけど、じゃあ、うん。はい、ということで今回はですね、週刊昭和日本鉄道ジオラマを買ってみましたね、創刊号ね、うんうん。はい、なんか期待できた、これだけで、うんうん、ちょっと15分ぐらい買ってみようかな、うん、と思いました。うん、うん、まあ、100買いたいね。100で2年買い、100大変だって。100買いたいよ、すべて揃えたいんだよ、これだ。確かにね、こうなったらちょっとすごいよね、うん。東京タワーにどこがあるかな。そうそうそう、いろいろね、その都市部分とか、田舎部分とか分かれてるみたいだから、ちょっと楽しそうだよね、うん。
以前うちらはさあの N ゲージ情景制作ってやってたじゃん。途中でやめちゃったやつだからこれ続くかな。うん、まあいいかもね、まあ、これね簡単にこう組み立てていくだけだからもしかしたら続くかもしれないけど、うん、動画はですね多分何個分かまとめて一気にやりたいと思いますね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。